前の核はもらった。誰だ？かつての仲間に向かって誰だとは随分だな。クロノエ。それともお前はそんな忌まわしい過去など忘れてしまったとでも言うのか？ようこ、クラマ。生きていたのか？思い出せ。あの日のことを、魔界の宮殿に忍び込んだあの日のことるため、わざと俺のペンダントを切った。俺を餌に、自分だけが逃げ延びるために。違う、そんなバカな。俺を殺そうとしたくせに何を抜け抜けと。何を言うんだ。あの時は俺はお前を助けに。お前は俺を陥れた。自分一人生き延びるために俺を見殺しにしたんだ。くらえ！霊気門もすべて我らの手に落ちたようだな。恨めしい。神の一人、マジャリよ。だからダメ。下手に手助けすればあなたの技も移し取られてしまうわ。これで終わりだ。桑原君、ふざけんな。ここが最後だってんなら、死んでもてめえには渡さねえ。やるな。だが負けられないのは俺も一緒だ。貴様の技はもうないだろう。俺はもう油断しない。バカ野郎、たった今新必殺技を開発したぜ。何？やめ！すごいじゃないか。自分の霊気すべてを一気に放出する。こんな技まで教えてくれると。